はい、皆さんこんにちは。第3回ゼロから始めるジェットソン。今回の動画はですね、こちら出てるようにディープビジョンチュートリアルというのが GitHub に上がっているので、これをやってみたいと思います。で、これどういうのかっていうと、カメラで映した映像が一体、まあそれは何なのかっていうのを認識して画面に表示されるっていうものです。例えばですね、マウスを見せたらマウスとか、傘を見せたら傘とか、まあそういうふうに判断してくれるものです。ただちょっと精度が、まあそんなに高くはないんですけどね。では、じゃあ早速これをやってみましょう。はい、それでは、まずはちょっとジェットソンナノのアップグレードをします。ターミナルを立ち上げて、sudo apt update。はい。で、続けて sudo apt upgrade。はい、これで、ジェットソンナノがアップグレード今されているところです。ちょっと時間かかりますね。はい、はい、無事にアップデートとアップグレードが完了しました。早速やっていきたいと思います。じゃあやり方としては、こちらの Git にある通り、はい、じゃあまずですね、sudo apt apt-get installgit cmake。 はい、これもちょっと時間かかりそうですね。はい、できました。じゃあ次はですね、全クローン the Jetson interface repo というふうになっているので、ここをやります。これは git クローンps github.com dusty nv jetson ins。 はい、これでやってみましょう。はい、できました。じゃあこれでcd jetson interface ディレクトリを変更して、ここで git submodule update int。 はい、これで大丈夫かな。じゃあ次に、configuring with cmake なので、ここで build メイクディレクトリのビルドで cd ビルド cmake。 はい、これでとりあえずメイク cmake が終わりました。じゃあ引き続きやっていきましょう。ここまでできたんで、まずは、ジェットソンのディレクトリに、はい。で、こっから、ビルドに来てるので、はい。メイク。またこっからもちょっと時間かかりそうですね。はい。はい。これでメイクが終わったので、次は、sudo make install いきます。sudo make install。はい、これもできました。これで一応一通り終わったんですかね。はい、それでは、今回ですね、まあ普通のウェブカメラを使って物体認識しようと思います。じゃあまずこれをつけて、はい、ウェブカメラをつけたので、ウェブカメラで認識させるためにはちょっと設定が必要です。はい、ウェブカメラつけました。で、次にウェブカメラを
流行にさせるためにはですね、インターフェース、ここですね、このジェットソンインターフェアレンスイメージネットカメラ、イメージネットカメラ .jpp のこのデファインを変えなきゃいけないです。そこを変えていきましょう。じゃあこれでイメージネットカメラ、イメージネットカメラ、はい、でここの中に CPP、 あ、これですね、 JPP じゃなくて CPP、 これを、はい、ビームイメージネット、あれ、これもしかしてスードゥやんないとダメかな。一応ちょっと、まあ念のためにスードゥで、はい、スードゥビームイメージネット、はい、でこの中から、この中から、デファイン、デフォルトカメラマイナス1を0にすると、デファイン、デフォルトカメラマイナス1を、これを0にすると、はい、じゃあこれを0にしましょう。これを0にしました。で保存して、次に、またビルドしなきゃいけないんだ。そっか、これもっと前にやっとけばよかったのかな。ビルド、ビルドに行って、はい、もう一回メイク、はい、できましたと。じゃあ次に、sudo make install でインストールすると。はい、これは今度は早く終わりましたね。で、今度は実行ファイルはですね、ここの bin にある。bin。はい、その中で、ドットスラッシュイメージネットカメラで Google ネット、はい、これで起動しました。さあどうでしょう。はい、ここは CUDA のエンジンの初期化のようです。ここは、This may take a few minutes the first time a network is loaded、ちょっと時間かかるみたいですね。なのでちょっとしばらく待ちましょう。おっと、はい、やっと立ち上がりましたね。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。はい、それでは立ち上がりました。はい、じゃあここの、この上の方に出てきます。上の方に、白い字で出てくるんですけど、こっちですね。これが認識しているものが出ています。はい。じゃあもうちょっとここですね。アイス、ローリー、ローリー、ロリポップ。じゃあ、一回これ僕が外れましょう。ジョイスティックになってますね、これね。あ、今マウスになりました。ジョイスティック。じゃあ次に、はい。セルラーテレフォン。はい。スマホなので、まあ、OK ですね。じゃあ次に、はい。これは、バキュームクリーナー、バキュームクリーナーですね。はい、これでステソスコープ、これ何でしょうね、ステソスコープ。まあでも結構このパーセント
ここにあるんですけど、これはちょっと低いので、まああんまりうまく認識してないみたいです。じゃああとは、はい、これは、これも低いですね。そう、ここバンドエイド、あ、確かにこの本バンドエイドっぽいですよね。はい、10% ぐらいで、これバンドエイドって出てます。あとはですね、じゃあ、はい、これ時計、ダンベルじゃないですよね。これ椅子が映ってるのが悪いのかな。ペーパータオル、あ、確かにこれペーパータオルっぽいですね。じゃあこれ、はい、ダンベル。ワインボトル、ちょっとダメですね。これはどうでしょう。ビアボトル、まあ近いけどちょっと、でもやっぱりあんまりこの精度は高くないですね。はいはい、ということで、これ僕は何ね、ラブコート、ラボラトリーコート、白衣ってことですかね、ラボラトリーコート。はい、こんな感じですね。じゃあちょっとこれ終わらせてみましょう。はい、どうやれば終わるんだ。というわけでですね、今回やったのはこの Git にある、Deep Vision チュートリアルというのをやって、USB カメラの映像で撮ったものが、まあ、どんなものになるかっていう認識した結果を試してみました。ちょっと精度的にはあんまり良くなくて、なんか会社の人に聞いたらこれちょっと古いよっていうふうに言ってたので、まあとりあえずね、カメラで認識したものを AI が推論すると、推測するというようなことをテストでやってみました。あと他にもですね、ジェットソンなどにはジェットパックにいろんなサンプルがあるので、そういうのも試していきたいと思います。今日の内容はいかがだったでしょうか。とりあえず一つ一つ私もわからないことだらけなんですが、勉強してできることを増やしていきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録お願いします。では皆さん、さようなら。